ゆる言語学ラジオはい、はい、本日は人気企画、うん、久しぶりにまたやっちゃおうということで何、はい、すか人気企画、はい、うんちくんよりか学イですかああ違います無得いないでしょそこにそれ以外何かありましたっけ何こいつ気もないとですかああ違います何ですかこの前ありましたから何ですか当分大丈夫ですえ無限語源トーク」出た 直感を裏切る語源クイズ編ですね。出た。あの無償は刑務所の略じゃないやつですね。はい。あれびっくりしましたね。メールとフィメール語源的に関係ないよ。ああだ、そう、それだった。そうだ、嘘だろうっていう。絶対関係ないといけないやつじゃん。はい。そして第五問では、なんと堀本さん、えこれは間違ってると思うんだけどなってて選んだのにもかかわらず、いや実は四個の選択肢のうち語源的に関係があるのは一個しかありません。ニヤけるとニヤニヤするは語源的に別ですみたいな話をしてね。あったね、ニヤけるとニヤニヤする。 そうですねすごくげんなりしましたあれ衝撃をもたらした回,い、はい、回がありましたけれどもま,、ね、まだねあの時にも申し上げたようにストックがいっぱいあるので今回もまた堀本さんにクイズを出していきたいなとかりました思ってます全6問用意いたしましたいいですね楽しみですねはいあの前回も確か終わった後すげえ楽しかったってめっちゃ面白かったよあ本当ですか ななんんだだっけかあれねペンとペンシルは語源的に関係ないん関係ないですね一緒じゃないとダメなやつやんっていう驚きがやっぱあったんでそうですねゆる言語ゴラジオやってて何が楽しいってその驚きの事実がいっぱい収集できるのが楽しいんでこれはその密度が高くて非常にコスパのいい楽しい企画だなってましよしよし前回同様間違えた場合ですねはいあのまあ罰ゲームあやばい用意しておりますやばいやばいでもね罰ゲームというか正確にはそのインターネット上にある僕のその お気にいやだからさ,さあれでしょ僕が大学生の時に書いてたブログとかから持ってきてなんか薄っぺらい文章を紹介するってそこ意地の悪いやつですよねいやいやえちょ,ちょ今聞いてました僕,は <laughs> 僕堀本さんお気に入りのコンテンツを少しでも皆さんにシェアしたいと思っていてちょっとだからこれ選択肢堀本さんのお好きにしていただきたいんですけどえ一つは正解したらそのご褒美として僕がそういう共有をみんなにするっていうパターンと間違えた場合に共有すると違う。 え間違えた場合に共有でお願いします。す当てる持ちベになるんで <laughs>。 <laughs> やめてほしいですよ<え>、大学生の時の僕のブログ発掘してくるの、本当にいやいや、でもね、僕、過去にあのマシンガンズ、滝沢さんにゴミと現代アートの発掘みたいな、いい記事だって紹介したわけで、気狂いだって紹介したわけで、そういうようなモチベーション、そういうような気持ちで、本日ここに臨んでおります。<laughs> 頼むから、僕の20代中盤以降の記事、限定にしてくれませんかね、10代のやつとか、21の時のやつとか持ってくるの、本当に勘弁してほしいんですけど、まあ、検討します <laughs> ね。 クイズを始める前に、はい、まあ前回も注意したことではあるんですが、うん、まあ語源というものはね、うん、そもそも諸説あります。はいはい、ですので、まああのー、僕は基本的にはその「新明解語源地点」日本語であれば、うん、まあそれから英語であれば、まあ、この後ろの「えー、オックスフォード英単語由来地点」などを参照して問題を作っているんですが違う遺説みたいなのもありますのではい、はい、本当はちょっとクイズにしては。 ならないというか、うんうでね、これが正解だと決まりますっていうものではないですからね。そうなんですけど、うん、まあちょっと僕の頑張れる範囲での裏取りでえっ、ー、と作ったので、まあもちろんでもあのこれ多分違うと思いますよみたいなご指摘とかは全然大歓迎ですので、はい、はい、そういうのがあればコメント欄とかにいただければと思いますが、基本的にはちょっとエンタメだと思って。そうですね。はい聞いていただければと思います。ドンピシャ正解だと思わないでください。はい。それでは早速第一問。はい。1> 1はい、こちらですね。 次の4つの選択肢から誤っているものを選んでください。なるほど、間違ってるやつを選べばよいと。はい。1。これすべてですね、社名、会社の名前。ああ、はいはい。ブリジストン石橋さんとか。あっ、すらしいですね。まさに。おお、いブリヂストンは創業者の石橋さん。 の名字から、うん、おいおい、なめんなよ。そんなもん、常識だろうがよ。ブリヂストンは石橋さんが創業したからブリヂストン、これもう、どっくりシェですよ。ど <laughs> っくり <laughs> シェですよね、こんなもん。待ってあすごい、なんか新たな流行みたいに来た。どっくりシェですよ、こんなもん。 <laughs> すっごいだからあれですよそのあと純九郎でしょ工藤純さんが創業したからそれはね選択肢に入れようと思いましたけど消しましたやめたんですよね独ッしすぎてねてかね創業者の父親かなんかでしょ確かあそう創業者はドンピシャじゃなかった気がするのであそ,うなんす、ね、それはね何か,かちょっとね揃わないなと思って捨てたんですけど「2>, なるほど丸2」2> はい「水野」は創業者の水野さんの名字からいや怪しいけど知らんなこれはわかんないね三番「はい」 自動車メーカーの松田は、うん、創業者の松田さんの中からはい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 わ、はい、かるよこれ分かったよ俺4番「はい、カシオ計算機は、うん、創業者のカシオさんから」カシオさんへえいやえっとねカシオさんいるって本来だったら悩むところなんですけど、うん、カシオなんて名前いる日本人それってなるところなんですが、はい、僕は知識として解けますこれはよし3問目 <laughs> さすが語源教者3問目松田は ゾロアスター教の神、はい、アフラマズダから来てるんですよはいはいはいのでマツダは間違っているなっていうのが知ってるので、うん、逆にそこから考えるとカシオはカシオさんから来てるんだなっていう今すでに驚きがありますね正解発表の前に <laughs> なるほどなるほど <laughs> ということでそこはね知ってます知ってますんで、はい、誤っているのは3番マツダはマツダさんが創業したですファイナルアンサーファイナルアンサーててててんてその演出いらんだよ 正解よしよしよし知ってましたこれは。よし見事ですね。でいきますわこれ。前回もね1問目は簡単な問題としてフリーマーケットのフリーは自由から来ているっていう説を誤ってそれは間違って飲みの方ですねフリーマーケットフリーは。思うんですけれどもまさにおっしゃる通りでマツダは実はそのツダさんが創業者ではなくてアフラマズダから取っているそれはすよく見ると綴りがねマツダって MAZDA なんですね。 これだからアフラマーズだから取ったからだとされていますね。うーん、すげえ社名の付け方だよね、もう。いや、ほんとですね。ゾロハスタ業の神の名前から取っちゃおう社名って結構度胸いるね。まあでも、キャノンとかもね、うん、キャノンの社名の由来知ってますか知らないです。あ、ほんとですかキャノン法なの,のキャノンだと思ってましたえ、思ってたってガン。ガンキャノンのキャノンだと思ってた。いや、違いますよ。キャノンはあれ、観音から来てます。あーあ、言われたら聞いたことあるわ。そう、観音を洋風に多分呼んでキャノンにしたのかな、確か。 これも神っていうとちょっとね若干語弊がありますけれども宗教上の宗教上の非常に重要なシンボルを取ったとされているので度胸あるねみんなそうですねなるほどねえってか待ってじゃあカシオって人の名前なのはいカシオさんからカシオって日本人ですかはいカシの木ってあるでしょああはいはい奇変に硬いと書いてカシあると思いますけどあれに尻尾の尾でカシオさんがいてカシオさんかはいカシオ忠男さんが創業者ですね なるほど歌詞、はい、の木についての情報を足そうと思って「はいはいあのうんするやつね」って言おうと思ったんだけど風呂に使うやつそれヒノキだなーとかそうですね <laughs> え歌、ー、詞の情報何もねえなーってなって今<ー>落ち込んじゃいました菓子確かにこれ聞き手としてポンと出せた方が嬉しいんですよね一個もないですね僕だったらすぐ漢字で書きますよ危険 <laughs> にかたいとかちょっと何もないですけど歌詞、はい、用さんが作ったんですね歌詞用ので,ですね であと水野ですねこれは水野利八っていう人なんですが、うん、僕と同じ水野っていう、うんえー、字を書くんですけど、うん、なんかこの水野っていう名字ふさわしくねえなーってなって<う>あの社名自体は漢字で「美しい」に滋賀県の県庁所在地の大津市の「大津の津に」に「恋」ですね「薄い恋の恋」<ー>で「水野し」美しい。 いそうですねで<ー>これはまあその水野さんのふるさとの旧名のその「美濃」の間に「つ」を入れたというような由来みたいですね。うんはいはい、まあだからたまにあの自分の名前の漢字チャイニーズキャラクターが変だから。うん 気に入らないから別の名前別の漢字当てたやつをハンドルネームにするみたい人いますけどそういう感じで水野もイメージして作られたということみたいですねだから式法とかだともうカタカナ表記だったと思うんですけどなんかね揺れがあってこっちの字で書いてるケースもあったただ大体伝わらないのでカタカナで書かれることが多いんですけど社名はね確かこの字だったんじゃねえかなちょっとごめんなさいこれ曖昧ですけどということで堀本さんは正解いいですね会長の滑り出しですね素晴らしいですね このままいくともしかしたらね、オ間さんの名作発表できない可能性があるですね。一生発表しないでください。しないでもらう方うが助かるんで、僕として。あそうなんですか。全何問でしたっけ、6問全6問ですね。じゃあもうこの調子で5問全部正解しましょう。では、第2問。はい。1番、漫画はマガジーン。 からいや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 日本語でしょよ漫画2番「舞浜千葉県ですね」の舞浜はマイアミビーチこれアメリカですねマイアミビーチから来た知ってますこれは確かそうだったはずそれ聞いたことあるよ3番「満タン」これレギュラー満タンとかの満タンねは満杯のタンクから来た うん,うんうんまあそう言われたらそうだなっていう感じがします合ってるっぽいですね四番、うん、北海道でも言いますかね「しばれる」うんああいう北海道はい寒いことですよね,ね、はい、今日れるねこれはねはい英、えー、単語の震えるを意味する「しばリング」から来たああなんか うん合ってるっぽいけど嘘っぽくもありそうなんかもう一度読み上げましょうかはい漫画はマガジンから来たまて合ってるもの選ぶんで合ってるもの選んでくださいで2番舞浜はマイアミビーチこれ確かそうだったと思うんだよ3番満タンは満杯のタンクから来た来てそうだよね4番縛れるは縛りんぐいやこれ嘘っぽいルブルぽいねえっていねえみたいなねたとえっとですね まあ僕聞いたことあるんですようん、うん、マイアミビーチからマイハマトラックっていう、はい、い当て字というか漢字当てて作られた地名だよっていうの聞いたことあって余裕ですわハハハと思ったんだけどいや怪しいな民間語源味がすごいなって今思って<う>アフラマズだとかははっきりなんかいろんなところで出てきたし、うん、間違いないなって思うんですけどマイハマはなんかそう言い切れない気もしてきて。 うんうん、あとね満タンがそれっぽすぎるんだよね満杯のタンクがめちゃめちゃそれっぽいので、うん、うーん可能性としてはあるなと思うんですがやっぱり僕はね知識を信じたいんですよ知識って強いというかねうん、うん、やっぱうんちくを蓄えていきたいなと思いながら日々暮らしてますんではい、はい、やっぱね <laughs> 聞いたことはっきりあるのは舞浜なので舞浜でちょっとここは行きたいと思います。はいはい、2> 2番舞浜 前回結構語源不振にね,なっ,たねなってましたけどなったけどいや僕はね自分を信じられますまだまっすぐいきますかはいです、はい、では正解を発表いたします、はい、堀本さんの回答は2番「舞、うん、浜はマイアミビーチから来た」うん、こちらは正解ではありませんええということで正解は3番の「満タンは満杯のタンクから来た」えー、そっちそのまんまじゃんえそのえそっち、はい、そのまんまじゃん、はい えでもちょっと待って俺聞いたことあるよ「舞浜はマイアミビーチ」から来たっていうはいあれ合セこれはですね、うん、かなり最近までそうだと言われていました、うん、が地元の郷土史みたいなのをいろいろひっくり返すと、うん、どうやら日本の代表的な神楽舞浦安舞にちなんで名付けられたへえ <laughs> ああー出た民間語源のパターンだったマイ,マイアミビーチとはおそらく無関係であろうという説が否定されましたよてよて はあ、堀本さんの名作、私が朗読していきたいと思います。名作生まれちゃうわ。やめてほしいやつだ。はい。えー、こちらはですね。 生産者としての非日常体験を届ける非日常クリエイター堀江戸元健というですねちょっともうやめてほしいすでにもうやめてほしいんですけどインタビュー記事俺インタビュー受けてんのはい生意気に学生基地さんでインタビュー受けてんのは学生団体みたいにやってたからさその時期に学生向けメディアの取材とか受けたわそういえばうんうんうん読み上げますねはい読み上げにすっごいにっこりしてるじゃんいやいやニコニコじゃんいい作品ですからねはいなぜ あこれインタビューアーさんからまず質問が来てます、うん、なぜこうしたことをやる非日常クリエイターになったのですか、うん、<laughs> ちょっとやめてほしい俺非日常クリエイターになったのって言ってますよ<め>なったってその前で言ってるからなぜ <laughs> まあまあなってましたなってましたはい、はい、僕は最初は教育をやりたかったんです、うん、それは中高時代を無駄にしたという実感に基づいています <laughs> 中高時代の僕は特に部活とかに打ち込むこともなくただ授業を受けていました僕は自分で言うのもなんですが割と要領がいい方なので勉強したら結構褒められたんですね <laughs> それで調子に乗って勉強頑張ってきたんですけどですけど続き覚えてますかいや全く覚えてないですあら、ね、それはちょっと残念ですね僕勝手にこれ読み上げる時き太字に自分で勝手にしたんですけどはい。じゃあ読み上げましょうか続き、はい、大学に入って落ち着いていろんなところを見ましたら 今までしてきた勉強って無意味だったなと気づいたんです。だからさ。らさなるほど。それやめようよ。なるほど。そうか。それやめよう,よう。確かに今までやった勉強確かに無意味だったもんね。<laughs> ちょっと、僕らのコンセプトと違うじゃん。その、学校教育みたいなさ。バカにすんのとかよくないよねっていつも言ってるじゃん。裏切んなよ、お前。 やめろって、僕が昔、そういうこと、インタビューで答えてたやつ、発揮してくるの今までしてきた勉強って無意味だったって気づいたのか、なるほどな、さすがだな。うそういうことをね、思ってた時期があったんでしょうね。ういうこともさ、<laughs> そういうのあるじゃん、なんか、二十歳そこそこの時ってさ、いや、高校の勉強とか無駄じゃない、あれ、みたいな人いる、あるじゃん、そういう時期が。 森本さん。はい。あなたみたいな人が三角関数は無意味だって国会で言うんです。よいや。意味あるよ。使うもん、めちゃめちゃ三角関数。高校時代の勉強でめっちゃ大事だよ。大学に入って落ち着いていろんなところを見回したら、無意味だなって気づいたんでしょ社会に出ていろんなところを見回た、見回したら意味あるなって気付いた。あ、じゃ、訂正するってこと。そうそう、あの、更新されていくんで。なるほど。日々更新されていきます。あ、よかったです。じゃ、あこちらはもう今回撤回する。そう、解決です。あ、解決してます。その疑問について。ありがとうございます。やめてほしいな。発掘してくるの。っていうか、が。 基地発掘してくるのやめろよ<え>俺のブログとかから持ってくるのかと思ったら、うん、よそのメディアもチェックしてるじゃんえそうですよ <laughs> そうですよん、堀なさん。<laughs> ちょっとねあの名作を僕があの掘り起こしたことでちょっとテンション上がっちゃったんですけど <laughs> いや下がっちゃいましたけどねはいあのー、解説もう少しでておきますと、はいまあ漫画ですねこれ確かにマガジーンとすごく 響きだけどいやそれはできすぎでしょそんなわけないよねそうですねまあ「万」の字ってこれこの「気の向くままに」みたいなまあこれ諸国万有の「万」だそうですね訓読みすると「そぞろに」とかって読むと思いますけどっていうところがつまり漫画っていうのは「気の向くままに書く」っていう言葉として使われたまあ例えばこれ「三島教伝」の本とかで「三刀教伝」はこう言っているのでおそらくそういう「気の向くままに書く」っていうところから「漫画」とるほど。と。 いう風になったと言われています。まあでも現代の週刊連載の漫画家さんとか全く気の向くままに書いてないですけどね。編集者からね。<laughs> 早くしろよってれは, <laughs> はいって,言って書いてます。<laughs> そうですね。当時はね。そうだからこれはね知識があれば解けて、つまりその北斎とかね、漫画のスタートだ。北斎漫画ですね。はい。っていうのがあります。僕も北斎店に行った時に北斎漫画読みましたけど、うんまあ、まああの本当にこう。 イラストとなんか文字がちょっと横に書いてあってみたいなこう一、ん、つなぎで書いてあったりしたので、うん、そういう知識があればま,あまさかこれがマガジンから来てないだろう,うだ、ね、っていうそういうふうに多分分かるので堀本さんにはその読みをしてほしかったかなというと、ね、なるほどなるほどちょっと前浜に惑わされちゃいましたね知ってる、はい、知ってるってなったから <laughs> あの堀本さんなら前浜に引っかかると思ってこれを選択肢に入れました <laughs> 僕はもうダメだ全て手のひらの上で惑わされている <laughs> うどうしようもねえ 悟空がねそう完全にお釈迦様のね上ですよ僕はそうで「縛れる」は諸説あるんですけど一説には「寒くて体が縛られるようだ」っていうのがなまって「縛られる」が縛れるにではみたいな説がありますじゃあ震える縛リングとは無関係はいですねということで反省はもうなんとなくしたというかだいぶねまた語源レベルが上がったということで次こそ当ててやろうという気になっていますね 大幅に難易度上げますいやもう外してるんだけどさっきのやつ上げないでほしいさっきのやつ適正難易度だと思うんだけど堀本さん4択ですからまあ択ですから当たるでしょさすがに25%で当たるんですからそうだね3番目またこれ日本語の語源ですね堀本さんの母語であるこれ誤ってるものを選んでください得意ですよはい1つチようじの妻は つまありそうありそう分かんないな全然ケントかんありすか2番 2>、うん、ガラ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 ってやるあのうがいは、うんえー、長良川とかでやるね、うん、魚をこう川で放流させて彼らが魚飲み込んだ時に紐をグッと引いて魚を吐き出させて取る量うがいから来た。はいはい鳥のう がやるやるつってことですね。そうですねうがいはその鳥のうかいから来たです、ね、<ー> <laughs> とは思えんけどね3番「しょっちゅうん」は「しょっちゅうご」始め中終わり、うん、って書いて「しょっちゅうご」いやいやいや面白すぎ面白すぎそれ面白すぎダメよそれは4番「うん、横島」は横向きの島、うん、島ってのはしま馬の島ですね、うん、から来た えっと横島は邪悪の「邪ってことです,邪悪のですね。ということでつまようじはつまんで使ううがいは「うかい」しょっちゅうは「しょっちゅうご」「横島は「横向きの島、うん、この4つのうち1つだけ「誤っているもの」があります、うんうんうん、えー、っと1つだけ誤っているものそうですよ。<laughs> えーっとねあー言わなきゃよかったか全部い,いくつ間違ってる怪しい全部怪しいなーっていう気はするけど全部,全部怪しくはないですけどねでもね俺ね鵜飼の話ねいやいやいやと思ったけど違うわこれ聞いたことあるわこれ聞いたことあるっていうかね 水野さんと大昔酒飲んでる時に水野さんが言ってた気がしてきたうかい、うん、のあの「う」をぺって吐き出すやつとうがいの動作が一緒だからうがいなんすよみたいなことをなんか酔っ払ってる時に言ってたような気がしてそこでは厳密な交渉は行われていると思いますか、ね、ああ怪しいですね <laughs> もしかしたら僕はそれを覚えた上で選択肢に入れてる可能性もありますけど大丈夫ですか, <laughs> だから、ね、水野さんが後々あっこれやべ俺がセンタだじゃん飲み会でずっと喋ってたわって思って問題に組み込んできてる可能性さっきの「舞浜パターン」の可能性もあるわけですよねそ 初めて会った時にね僕浮かれてね「ペニンシュラ半島とペニスは語源が一緒なんですよ」とか言って「超面白いじゃん」とか言って堀本さんその日そのままツイートそれをしてくれてね「やべやべ恥ずかしい俺間違えてる間違えてる」って言って慌てて訂正をね言い送りましたね長文ではいみたいなことありましたからねまあにしてもさすがにそれはちょっと考えすぎな気がするんでまあうかいうがい説は なんかね言われたらありそうな気がするんですよ。うんうん、なんかこの手の語源シリーズでよくあるやつな気がする。えー、それとそれ関係あんのまさかと思いきや意外と動作が似てたからそれですみたいなのがねなんか前回もあった気がするんですよね。うんうん、だからそれはいいとして外していい気がする。合ってる気がする。はい、合ってるだろうと。ですね全部怪しいな全部怪しいけどでもね推測できるよ。のは 横島の服から来ているみたいな感じってあれだよね。うんうん、囚人服、海外の囚人って横島の服着ますけど。ああ、そうですね。はいはい、あれから来ている可能性は否めない気がする。うんうん、だからジャックみたいな概念自体は昔からあって、うん、それを横島っていうようになったのはこの囚人服の文化が持ち込まれてからだみたいなパターンは結構ある気がする。語源運치くれ。はいはい,、はい、いこれ と初中後怪しいと思うんだよな。これ面白すぎるもん。うんうんうん。初中後だからは<ん>初,初めとなんかとあですね。初めての初初めってことだよね。はい。いやこれ面白すぎるんだけどありそうだな。いやでもでも今言ってた思ったけど、囚人服の文化なんて持ち込まれるのだいぶ後だから。うん、明治維新後とかだろうから。うんうんうん。その時にはもう横島っていう読み方あった気がするんだよな。訓読み訓読みだし、うん。はい。 和語だし。ってことはもう平安時代とからあったんじゃないよ、横島。あ、うん、なんかそんな気してきた。囚人服から来てるわけないわ。うん、囚人服説は確かにね。来てるわけないわ。すげえ、僕もあの、うん、すごいダイナミックな説を考える人だなと思いましたけど。<laughs> いや、そんなわけないよね。うん、和語だから、もっと大昔から大和言葉としてあったはずなので。はい。 な横島の服が横島になるわけないんだよな横島模様が邪悪のイメージになるわけないんで、うん、これが一番怪しいあと爪ようの妻「つま」爪楊枝はねど,爪はどっちでもいいですどっちでもいい,いどっちも面白くないんで、うん、なんかどっちも面白くないからどっちでもいいどっちも面白くないからどっちでもいい<笑><笑>いやでも <laughs> それは議論の余地があんまなくて、うん まあそうだと言われればそうだろうっていう気がするし違うと言われれば違うだろうって気もするのでなんかとっかかりもないから面白くないからいいかなと思ってまあそういうことにしとこうつまようじはつまんで使うからつまんでなんで言ったっけつまんで使うのつまつまらですねまあつめって書くけどね漢字だとね、うん、つまむはね手辺につめですから字は違いますね、うん、うん、そうだね 字は違うけど、いやでもね。爪と爪まはどうせなんかよく変換されるようなものな気がするので、語源的には転換しそうな気がするんでうん、うん、合ってます。うんうん、爪楊枝も合ってます。横縞だな。横の島横向きの縞模様が邪悪になる意味が全くわからない。特に平安時代とか大和言葉とかの時期にということで横縞が間違ってます。うーん しょっちゅう5がしょっちゅうも相当怪しい面白すぎるから怪しいなと思ったけどそれより横島の方がにうので横島が間違います横島の方がそうなる意味が全くわからないしょっちゅう5はわかるからはい、はい、横島にしよう。堀本さんはい 回答は変えなくて大丈夫ですか？出たモンティホール問題だこれ変えた方がいい。普通巡りはねやれるんだけどモンティホール問題って思わない？えこモンティホール問題じゃない？いやまあそうだけど。モンティホール問題の場合だったら回答つさない。一問開ければいいのか。そ一問開ければモンティホールなのか。あじゃあ一問開けましょうか。う二番うがいはうかいからです。ですよね。はい。外したもんね最初に。選択肢を変えなくていいですか？これはね数学的には変えた方が良いっていうやつなんで変え。六十六パーセントに。ないです。変えないです。変えない。僕はねやっぱ 自分を信じる自分を信じたいっすえと自分の直感を信じられなくなったら クリエイターとして終わりだよよいしいいだろ別に <laughs> 自分の直感を信じられなくなったらクリエイターとして終わりいいだろ別にそれは言っても <laughs> なんでちょっと恥ずかしいこと言ってるやつみたいに大丈夫ですかです学生基地の時みたいに10年後にも読めますかそれを問題ないですか読めるでしょう読めるでしょうでもそれはそうですからね自分の直感を信じられなくなったらクリエイターとして終わり、うん、なるほどもう間違いないですね、はい、横島は横の島から来ているは間違いですはい では堀本さんの回答は4番「横島は横向きの島から」は誤っている、うん、ですがこちらの回答正解ですよっしゃーよっしゃですよねそんな気したもんそんな気したもん囚人服の後で決まるわけないもんね大和、うん、言葉がそうですね一般的には横島ってこう縦島に対して横島、うん、縦の島はまあこう縦ってのはなんとなくこうまっすぐしていて正だとする上でうん、うん、横ってのは割と不正だっていう イメージがあ、ああでも言われたらそんな気がする、あると、はい,はいはい、なので割と横島ってのは横向きの島だっていう風うに理解されがちなんですが、うんうん、実は違うんですかね、はい新明解語源事典によると横島ではなくて、うん、横プラスシプラスマからなるのではないかという説が取り上げられています。うん、横シってなですか？横プラスシ、プラスシシってのはこれ方向を指す、えー、まあ、えー、と パーツはあ、はあ、例えばですけど東の「市とかですね「西の「市とかですね「ま、うん」はい、でっていうのはこれ設備語、うん、だとだから横の方向っていうのがういうことそういうことです,とですかねううですでなので古代から縦を正とし横を不正とする意識自体はなあったらしいんだが 僕が引っ掛けようとしてたのは、その島模様の島ではなくて、C、シープラスマっていう分析を。しているんだっていうところで、まあ、引っ掛けたかったと。横島はボーダーではなく、横っていう、ただそれだけの意味しかないそうでいい。横の方向っていうことですね。<ー>で、まあ、妻用児のうがいとしょっちゅうはすべてこの通り。ちなみに、しょっちゅう後は、物事の物事の一連の流れを三段階に分けて称し,した後。多分、今はもう使わないんですけど、<ー>まあ、そういう言葉から。それが、まあ、訛っていて、しょっちゅう。 使われるようになり今では頻度を表すような言葉として昔のその初中語は物事の3段階序波球みたいなもんだったってことですか意味的には多分そういうことでしょうねそれがこう今ではそういう頻度を表すことに使われているということですねおおさすがでも難易度を上げましたけど見事正解でしたなんかでもねそんな気したもんそんな気したよいやそんな気したずっとそれ言ってんだよなそんな気する 囚人服ななわけいでもそれ考えると深読みがはかどるね横方向って縦に比べてちょっとよくないイメージがあるっていうだから囚人服って横島なのかもしれないなみたいなことを考えられてすごく楽しいですね <laughs> まあそうですね深読みが上りますねますいやもうやっぱりね頭の回転違うんで <laughs> ここはもうどんなものでも見通せますよさすが続いて、はい、第4問うん 今回は英単語になります。はいはい、難しいんだよな。毎回これはいで今回は合ってるものですね。うん、これは選んでください。わかりました。そして選択肢の形式は全て統一されていまして、まるまるという単語とまるまるという単語は語源的に関係がある。 っていうものを4つずら並このうち本当に関係あるのは1個だけ。うん、出たー。やばいやつだ、これ。これ4つとも関係ありそうってなるやつだわ。いや、そんなね、前回みたいな,、ね、そんなことはないですかねあん、ね、時もう全部関係あるだろ、それってなったけど、はい、今回大丈夫ですかね。はい。じゃあ、1番。はい、1> ボキャブラリー。うん、5位ですかね。はい、ボキャブラリーってやつですね。と、ボーカル。 歌う人は語源的に関係がある似てるけどな似てるしまあちょっと関係ありそうだね2番カーニバルカーニバルですねカーニバルは祭りですねカニバリズムは語源的に関係があるうんこれ聞いたことあるな聞いたことあるぞ関係あるんじゃないか聞いたことある気がする3番マン男性と ヒューマンは語源的に関係がある。<laughs> ね、まあでもある,あるだろう。あるだろう、それは。4番、うん、マチュアー。え、これ、成熟したですね。はい。と、アマチュアー。うーん。アマチュアですね。はいはいはい。は語源的に関係がある。はいはい,、はい、はいはいはい。なるほど。関係ありそう。全部関係ありそう。<laughs> 全部関係ありそう。<laughs> はあ<ー>。もう一度、ボキャブラリーとボーカー カーニバルとカーニバリズム。うん、で、マンとヒューマン。うん、で、マチュアーとアマチュアーです、ね関ー。関係ありそう。関係ありそう。ちなで、マチャー、あれですね。s ーズン、マチャー、フ r ーハー、アイ e ー。で、レイヴンが、デュオサンゼロの最初のほうに出てくるんで。齢レイヴンが、年齢の割に成熟してるからはい、はい、あ年齢いうに出てくる その言い方結構癖あるんですよ。She is much a r e f o r her age.Cher のところが結構癖あるんで僕 CD でずっと聴いてたんで、うん、今水野さんがマッチャーって言った瞬間に She is much a r e f o r her age. <laughs> あとレ文ヴンが脳内再生されて <laughs> 懐か<し>い、少 <laughs> しピクンってなりました <laughs>。レ文ヴンアンクスだね。<laughs> そうなんですよ。よめん、could you tell me how to get t o t h e r e that? だけめっちゃ早く言いますわ <laughs> かるわ。かるすごいあるよな、そういうレ文うん We must respect of the、w e must respect the will of the individual <laughs>。ああ、そんなん。これデュオ三点での最初の英文ですね。僕セレクト英語構文ってやつだったんで、<ー>ん It took、i t took me、f o r f i v e days to なんちゃらなんちゃらみたいなやつがめちゃめちゃ話を、はいね、しましたけれども。<laughs> いいのよ英語懐かしい例文の話は <laughs> 話戻して全部関係ありそうだな。ボキャブラリーとボーカル。正しいの一個なんだよね。カーニバルもちろんです。カーニバルとカニバリズム。マンとヒューマン。<laughs> ママチュアーだマチュュアアアでもね全部まずありそうっていう前提を置いた上で聞いたことあるのはカーニバルとカニバリズムなんですよ、はい、これ聞いたことある気がしていて、はい、なんかねその祭りって本来カニバリズム人肉食、うん、だったのじゃいみたいなところでええー、っていう面白うんちくなんでこれは聞いたことあるんだけどさっきの舞浜の事例がな舞浜の事例が不安なんだよないやさっき信じてたよ 横島の時で <laughs> 自分の感性を。それどないしたカーニバルとカニバリズム面白すぎるんだよね。いかにも作り話っぽい。面白,面白すぎるとさ、うん、ちょっと大体嘘じゃん、そういうやつ。知らんけど。大体嘘じゃないですか。意外性ありすぎる語源は大体嘘気がするんだよな。うーん。 まあでも多分ボボーーカルとボキャブラリーは別ででも全然納得いくんですよはい、はい、同じように口で喋ってるからまあ一緒でもおかしくないなぐらいではあるけどとはいえ全然歌と語彙って全然遠いものなんで、はい、同じ語源から派生するとは思いがたいので。うんうん これ間違ってるる気がするボボーーカルとボキャブラリーは関係ない気がするはい、はい、これは選ばないでおこう,う、ね、と思っているってことですね。はい、で、マチャーとアマチュアはいかにもありそう。うんうん、成熟と成熟してないみたいな、はいえと、ノーマルとアブノーマルみたいな否定語がついてる関係なんで、これはすごくありそうなうん、うん、気がするそうです、ね。あーで否定だと、あ例えば、えー、トーム、これ分割するみたいな意味で、うんえー、でアナトミーとかね、解剖学とかありますけど、うん、その分割できないがアートムですね。ああ、原子ってことですね。はいはいは アーが否定ってのは全然アーチュアのパターンはある。ありますね。あるな、ありそう、それ。ただ僕がわざわざこういうヒントを出したということは、違うから、誘導したい,っていう可能性もありますからね。可能性もありはいうん。で、カーニバルとカーニバリズムとあ,あと一個なんだっけえーっと、マンとヒューマン。かいやこれも絶対ないといけないんだけど、わざわざ出してるってことはないんですよ。<laughs> わざわざ出してるってことは。マンとヒューマンが実は関係ありましたは関係ないんだと思うなそれは面白くなさすぎるから関係ないんだと思うな,、うん、な。ということでやっぱり僕直感 <laughs> 疑心暗鬼にさせようとするけど自分の直感を僕は信じるんで直感というか知識を信じるんで聞いたことあるやつをやっぱ信じたくてえ一応確認しておきましょうか、はい、前回出した問題でこんなのありましたね。はい マンとウーマンは語源的に関係があるっていう選択肢を出して、ね、関係ありました。あれ関係あったんだっけ関係なかったのはメールとメ,ル,メルとフィメールか。はい、マンとウーマンは関係あるんだから、いやだからやっぱさ、マンとヒューマン、ああ、関係あるのか。ありそうではあるが、いやいやいや違う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 。いや、カーニバルとカニバリズムです。 もうこれはね知識で聞いたことあるからそれを信じられなかったら終わりよーー聞いたことあるやつ1個しかないんだからはい、はい、それでやっぱ行くべきな気がするねはいじゃあ改めて回答は何番のえっとカーニバルとカニバリズム何番ですか、ね、はい 2>, <れ>2番ですね 2>, 2番かなカーニバルとカニバリズムは語源的に関係がありますありますはい正解を発表します、はい、堀本さんのご回答は 不正解です聞いたことあるよ、でも俺。ということで、罰ゲームを執行し聞いたこと。あるけどな聞いたことあるけどな。同じく先ほどの学生基地学生基地のインタビューの編集後期ですね、その取材したライターさんが、インタビューの最後に書いていたことを読み上げます。笑っちゃってるじゃん。 笑っちゃってるじゃん。読み上げる前に笑っちゃってる。いや、何もないです、何もないです。マジで、関係ないです。はい。いきます。<笑>,笑っちゃってるじゃん。めちゃめちゃ笑っちゃってるじゃん。で、これ。ライ、ライターの人が書いてるやつでしょ。俺が喋ってることじゃないから。<あ>別<に>いや、でもね、堀本さんの発言を引用してます。ああ、なるほど。はい。ので。ちょっとね、あの、笑うのは本当、その文章がどうだとかっていうわけではなく、うん、もう。素直にちょっと。挙心段階に読みますね。はい。堀本さんは。 住所を出せば誰かが遊びに来るかもしれないし、電話番号を出せば誰かが遊びに誘ってくれるかもしれない <laughs> といった気持ちから個人情報の保護をバカバカしいと考えているらしく、住所も電話番号もブログで公開しているので、ここでも公開します <laughs> とのことですね。<laughs> 個人情報の保護はバカバカしいと考えていますよね。<laughs> あなたは今ゆる言語悪ラジオのサポーターコミュニティ運営する上でいろんな方のメールアドレスとかねクレジットカードの情報みたいなものとかをね入力していただいたりしてますし今でもまあねこの時の住所から引っ越されていますけれどもそういった情報の保護はバカバカしいと考えてらっしゃるという認識でよろしいですかあのバカバカしくないっすめっちゃ大事です個人情報個人情報は保護した方がいいですこれはこれはマジでそうそうなんですかマジでそうですえでも誰かが遊びに来るかもしれないし誰かが遊びにさせてくるかもしれないですよあのね そんなことはないです。リスクの方が大きいあと誰知らんやつ、インターネットからいきなり電話かけてきて遊びに誘ってくる。明日飯食いに行こうぜって言ってくるやつ誰電話番号公開されてたから電話かけてみましたってやつ誰そつ。ああー、おかしい。でもこれタイムリーな話あってさ、はいはい、僕おとといさ、夜。 ちょっとリラックスしてたんですよ、うん、すごい疲れてさあこれからちょっと一息ついて寝るぞみたいな時間の23時半とかに電話かかってきてはい、はい、知らん番号からで出たら「はい堀本です」って言って出たら「うわー本当に堀本さんすか?」って言われて。<laughs> あそ,そうですけどって言ったら「いやもうなんかネットに番号を見つけたんでかけてみたんすけどいやマジっすか?」って言われて「あちょっと用事ないんだら切ります」って言われて「えー、じゃあんすよあの本とか読んで面白かったっす」って言われて「あありがとうございます」って言ってすごい低いテンションで電話を切りましたなんで個人情報は保護した方がいいっす先ほどちょっと僕ら時系列順ではぐちゃぐちゃなんですけど「情報1」 うん、新しい共通一時、共通テスト、共通テストの、うん、えっと情報を一応解いた時の、第一問の設問にありましたね、えー。不特定多数に見られるインターネット上では、個人情報は公開しない方が良いっていう選択肢、を僕は選んだんですけど。堀本 <laughs> さん、なぜあそこ正解してたんですか。<laughs> おかしくないです。僕もちゃんと、不特定多数に見られる場所には、個人情報を書かない方がいいっていう選択肢を選びましたよ。ええー <laughs> ね。でも、でも、誰か遊びに来るかもしれないですね。<laughs> い,やいやいや。 <laughs> い,やいやいや、なら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 書かない方がいいです、個人情報。あ,あと、多分何のこっちゃ分からない、補足してくとゆるコンピューターかぐらいの、ね、<あ>企画でやったんですよね、ね情報っていう新しい共通テストのサンプル問題が公開されたから解いてみようという企画をやったんですよね。はい、で、そこで明確に回答しましたし、僕も水野さんも正解しました、うん、個人情報は出さない方が良いです。はい 一応あの、念のために言っておくと、堀本さん、電話番号はここに書いてあるので言うと、読まないで、読まないで、読まないで、あそこに書いてあるかもしれないですけど、はい、読まないで、またかかってきたから、本当に堀本さんですかって言われちゃうから、<laughs> 勘弁してください、本当に。はい、ということで、2回目の訂正ですね、うんはい、個人情報の保護はバカバカしくない,い,ないです、ことです,ね、すごく大事です。はい 一応先ほどのやつ解説しますと、はい、まあカーニバリズムとカーニバルは語源的に関係があるとよく思われがちなんですが聞いたこれあれだわ漫画のせいだ<ー>少年漫画でよく引用されてるんですよこの豆知識はいはいあのなんかやべえやつサイッケなキャラクターみたいな、うん、サイコキャラみたいなやつが カ,ニカーニバルの語源はカニバリズムから来てるんだよ。みたいな君をくらって祭りの供物としようか。みたいなキャラクター僕5人ぐらい見たことあります。はい,は,いはい、はい、全員間違ったこと喋ってたわけですねあれ、まあ語源の知識的にはいまいち合ってないですね。まあ、カニバリズムの語源はまあ、西インド諸島の原住民のね。なんかカニブみたいな風に呼ばれていた。はいはい 人たちを意味してい種て民族の名前ですかね。かね大航海時代のスペイン人が、まあ、彼らが人食い人種であると信じていたことに由来する,なるほどで。一方でカーニバルはこれカールネムみたいな、うん、えと肉っていう。 意味の単語、まあ、シャニークサイとかいうようにう、はいはい、肉っていう、まあ、意味あそこ合って,るんだ来ている、はい、なんか肉は関係あるんですねそうです肉は関係あってだから面白いうんちくここで近く近いところで言うと肉のように真っ赤に赤々しい赤色の花それがカーネーションですね。そうですカーニバルのバルと,、はい、ところと形が一緒だとへえあんなに赤くないですけどね肉。 いやいや,いやもうそれはもう雰囲気だから、<laughs> それダメです。赤身の肉、カーネーションほど赤くないですけど。まあそれはもう、まあ、そういうもんですから。ちょっとクソリップ送っちゃいました、はい。失礼しました。で、あとちょっとこのあたりね、もう時間結構経っちゃってるんでね、うん、あのサクサクいくと、まあ、このマンとヒューマンっていうのも、よくよく似てるんですけれども、出身はだいぶ違うであろうと。う い、うん、いう,ふうにまあ言われているちょっと細かい解説はもう割愛しちゃいますけどはい、はい、でそれからあとマチュアとアマチュア、うん、これもよく綴りが似てるように見えて関係ないですね。アマチュアはね愛好家みたいな単語から来ているんですけど<ー>マチュアはまあ普通にその成熟したみたいな、うん、ようなところから来てるんで、まあ、ここがちょっと熟したみたいなところから来てるやつとは字が違うと。残<念>ということで正解は「ボキャブラリー」と「ボーカル」ですね<ー>こいつが関係あると。 ないと思ったわ。結構外したやつだ早めに。どちらもまあ声みたいなところはね一緒ですから。あもしかしてボイスも関係ありますか？ボイスも多分ね仲間ですね。ボーカルとボイスは仲間ですね。うわ全然わかんないな語源。え全然わかんないわ。あれさっきも完全に分かったって言ってましたけど。一ミリも分かんない。あそうです個人情報は出さない方がいいし語源はわからないです。そうですね。まだ二問控えてます。お楽しみに。頑張ろう。では第五問。はい。 ここから日本語ですね。日本語の方が得意ですよ、やっぱ。日本語はね、満点ですかね。そうだ今のとこ合ってるから。これ、合ってるものを選んでください。今回は、○○と○○が関係あるっていう構文ではなく、○○ってのはこういう成り立ちからっていうふうな形にしています。合ってるものを選ぶ。1番。かんざし。ありますね。紙を留めるやつですね。はい。かんざしは、紙さしから来た。来てそう。合ってそう。2番。ガングロ。

全部ああってそうまあでもね外していいのは俺ガングロだと思うのよ。外す前提で選んでるじゃん。いやガングロは外した方がいい気してきて、うん、顔面が黒いじゃなくてガン虫とかからきてると思うんですよ。すごいみたいな窃盗時ガンと黒できてるからガングロはまず外していいと思う。で、えー、キツツキと石ころとかんざしですねととね。 かんさし、かみさしはマジでドンピシャなんで、うん、これだと思うんだよね。うんうん、で逆に、他のやつ、キツツキが木をつつくはドンピシャなんだけど、これね、なんかね、匂うんですよ。なんなんその匂うっていう感覚うのあの。すごいね、できすぎてて違うとこから来てそうな気がする。うんうん、キツツキって実はキツツキとかできるんじゃないキツネツキ キツネツキっていうね守護令みたいななんかなんか憑依されてるみたいなやつありますけどそういうとこから来てるのがキツツキあ,あの鳥が憑依、えー、されてるんだ、ね、あの鳥のそう,なのそうだからキツツキは憑依されてるんでもうキツネツキとかから来てるから違うんですよ合ってないんです,んすごい仮説出ましたね <laughs> 皆さん聞きました今 <laughs> 石ころもなんかどう考えてもそうとしか思えないんだけどこれもやっぱりね意外なとこで切れたりするんですよ多分多分 <laughs> 匂う,う。だから匂う。<laughs> え、かんざしはかんざしは匂わない。か髪差しからそのままかんざしになりそう。すごい、すごい、ちょうどいいの。なんか、な,るほどなんかね、座りがいいできすぎてない。傷つきキツツキと石ころはできすぎてる。<laughs> もうそうとしか思えないから逆に違うんですよ。できすぎてないんですね。そう。だから石ころ、石ころはたぶん石ころとかで切れるんですよ。石ころたぶん、もう一回言ってください。なんなんて。石ころとかで切れるんですよ。<laughs> <laughs> もしくは石ころとか逆に直感裏切るからだからねいやじゃあこのさん素直に考えましょう某なんで素直にそんな直感裏切するん。ねでもねやっぱね石ころもキツツキもそうとしか思えないから逆に外したくてかんざしかみさしはもうんかスムーズに受け入れるかでそれはそうとしか思えないですよね。 ちょうどいいのよ <laughs> その納得感がちょうどいいのようん、うん。かみしかんざし「きつつきわきをつつくでした」はもうそのまんますぎて「正解それです」って言われたとってうんとしかならんけど、うん、まあみ差しかんざしなちょうどいいなと思うので、うん、これです。か差しかんざしが正しい。ファイナルアンサー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 。はい。さん。1番ですよ、ねうん ボキャブラリーとボーカルが語源的にでありましたね。連続しないんじゃないかみたいなありますけど関係ないです関係ないです紙座しカンしです。大丈夫ですか？ドンピシャですこれは間違いないです。ほんまに？はい。それでは正解を発表いたします。はい。ホリさんの回答一カン座しは紙か紙座しからは正解です。よしほらほらでしょうよ。ほらでしょうよだと思ったよちょうどいいもんちょうどいいもん。 ちょうどいいもんかんざしかみさしなんかやべえ稽読まれてるっぽいな <laughs> そうだなーっていう感じがするもんはまってる感じする、はい、石ころは、うん、石子プラスロですえ,えおまじえっウえっホに鼻水出ちゃったえ嬉しすぎて鼻水出ちゃったマジで石子ロなの石子プラスロですマジ

石子は石に子供の子？だから多分ちっちゃい石を刺すんじゃないですかちょっと意味はちが調べてないですけど、まあこういう成り立ちらしいですね。すげえ。石ころではなかった。あ、石ころの説はなかった。石ころはい、僕が見る限りではなるほどね。へえ、すげえ。適当に言った説当たっちゃった。はい。で、あと顔黒ですね。まああのね、顔面が黒い説って一応あるんですけど、主流の説はそうではなくて、ね、まあ森本さんもなんとなく薄ら感じちゃったと思いますが、ガンガン黒いから来ている。あそうだね。ああ、良かった。私合ってガンガン黒いから来ていると。 黒いって何でも顔面が黒いの方が納得感あるけどいや俺結構納得あるよガンガン黒いあガン虫とかがやっぱあるからはいはいはいガングロは納得感ありますマジかこれ引っかかんねえんだなこれはね分かったいやキツツキで引っかかってくれると思ったんだけどキツツキはねなんかねできすぎてて逆にないなって思いましあできすぎてんだできすぎてててこ俺作文ちょっとミスってるのかなね。キツツキはですね主流の説はケラツツキがなまったのではなキではあるんだ キツツキは虫キラです虫のことなので虫をつつくケラツツキがなま、えー、ってキツツキになったのではっていう説を新名会ではししてました、うん、でもキツツキってさキーツツいてるよねキーツツいてます <laughs> でも虫つついてる要素が名前になったのはい虫は別につ,ついてないよねそんなにえキツツキは虫つつくためにキーツツツキってますよねでも エ餌を取るために木の中にもう空洞とかにいる虫の幼虫とかを多分取るために木をつついてるんですよあれ<も>習性とかじゃないですあれ捕食行動みたいなもんへえあそうなんだうんそうだと思うでもそれだったらケラ食うために木つつきにした方がよくない <laughs> ケラつつきではないじゃん結局。<laughs> いやでもねつついてもいるかもしれないじゃない食べるときにそれはね堀本さんがどう認識するかの話であって昔の人からしたらケラをつついてるなっていうふうに思ったんでしょうねだからケラをつついてる時間より圧倒的に木をつついてる時間の方が長いわけじゃないですかそこにいや見たことあるの気がつきよじゃあ逆に聞くけどないだろうが見てから言えよそうですねすいませんちょっと直接体験してから言った方がいいわそうですねということでまさかの正解よしよしいいよりねねがいいですかなりいいですね で第6問、今回は最難関と設定しております。難しそうですね合ってるものを選んでほしいんですが、堀本さん、苦手なタイプですね。○○と○○は語源的に関係があるあそのタイプ、4つ並べましたできた試しがないんだよな。1番、口とくちばしは語源的に関係がある。それはあるでしょなないいわけ番 使うと扱うは語源的に関係があるありそうですよねはい三番マットとマットレスは語源的に関係があるマットってあれだね下に敷くマットはい。とマットレスマットレスですねはいそれはあるでしょうは語源的に関係があるそれはあるでしょうはい四番ミニちっちゃいことさすミニですねミニとミニチュア は語源的に関係があた、まあ、出てきたチュアマチュアアマチュアに続いてミニチュアも出てきたよ。はい。はあ<ー>。この4つですね。口と口ばし、使うと扱う、マットとマットです。ミニとミニチュア。この4つのうち実は語源的に関係があるのは1組しかない。全部ありそうっす。うん、全部ありそう。全部ありそう。うん、全部ありそう。全部ありそう。でもまあ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 。まあ、でもね、俺傾向よ分かってきたよ。 傾向、はい、と対策が済んでるんで、はい、口と口ばしは実は違うんですよ多分ははははマンとヒューマンが実は違うみたいな感じで、うん、口と口ばしは明らかにないといけないだろうって思ってるんだけど意外と関係ないなるほどはいはいはいえー、で使うと扱う使うと扱うなこれは関係なくても唯一この中で関係ないとしたら使うと扱うな気がするんですよ、ね、はあはいはいはいなんかこれはね関係なくてもおかしくない 負けない気もするんだけどな。まあだから置いといて行動して。はい、これは選ぶか選ばないかちょっと保留だと。保留して。くと口と口ばしは合ってるものを選んでほしいので選ぶ必要なさそう,という,そうなう長外です、ね。口と口ばしは、ね、意外と関係ないんですよこのパターン。はい。このパターン。はい、<分>このパターン。のーンどのパターン。<laughs> であと三番目が何だっけ。マットとマット,マットとマットですね。マットとマットレスはね関係あるに決まってんじゃん。 関係あるに決まってんじゃんと思いきや実はないんだよなこれもなんかさっきから全部なくなってるけど<れ> <laughs> <laughs> あるありますよね普通に考えたら <laughs> 普通に考えたらある普通に考えたらあるよ <はい S 1> マットとマットレスする関係あるに決まってでもさ俺よく考えたらさマットレスって何かよく分かってないのよ <うん S 1> あつまりベッドに敷くやつだなってことは分かってるけどあれマットじゃんよく考えたら <はい S 1> あたらあーなるほど,るほどあれがマットじゃんマットレスってなんでっていう気があれえマットレスって何 マットレスの。マットレス。この世の心理に気づいてしま,いましたか。かマットレスって何?マットがない。マットレスは実は秘密結社フリーメイソンによって、国民の脳の中に直接インプットされた、実は存在しないものなんですよね。<laughs> え、マットレス実は存在しないの?。そうなんです。俺強いて寝てるよ、あそこに。あなたは気づいてしまいましたか。かやべ。やべ。これは実はイルミナティの陰謀で。<laughs> マットレスっての。なわけないだろ。やめなさい、その謎のキャラクター。違うか。<laughs> マットレスってなんだろう、今急に分かんなくなっ,ってきた。だって、マットレス直感的にはマットない。 っていう意味ですもんねねマットが欠損してるみたいなことよでもあれマットじゃんっていう。はい、ああ<ー>。さあ、ご現象にまたなってきたね。全然分かんないね。ようやく、ようやくやっと、と全然わかんないね。前回みたいにやっと信じられなくなってきてくれた全然わかんないな。で、最後はミニとミニチュアですね。ミニとミニチュアも関係あってくれないと困るんですよね。はい。関係あるんですミニとミニチュアはそりゃ関係あるやろっていう話。うんうん、いやー、関係あるやろ。 マットとマットレスだから関係ない関係ないんだな実は関係ないんだよほうほ,うほう関係ないいやそんなわけないよなでも <laughs> でもそんな情緒が情緒が怖いなでもそんな,な <laughs> わけないか <laughs> 分かった分かった水野さん原点に帰りましょう <はい S 1> 俺これこの4つに関してはもう全然分かんないんですよ1個も聞いたことないんですよ <うん S 1> だから普通に普通に自分が一番関係なさそうだなと思うやつを選びたい <laughs> はいはいはい 関係ある実際に関係があるものを本当にあるものを選んでほしい。あるものを選べばいいですね。本当に一番関係ありそうなやつ普通に選ぶわ口とくちばしです。え口とくちばし普通に。さっき、一番関係ありそうって言ってたやつ。一番関係ありそうだけどそれが答えだったら面白くないから、それじゃないなみたいな、メタ読みで選んでたんですけど、口とくちばし関係あるよ、そりゃ。当たり前じゃん。さっき、使うと扱うもあるって言ってませんでした使うと扱うは、口とくちばしに比べたらなさそう。ああ、そうなんだ。で マットとマットレスに関してはよく分かんないから諦めますああ何にも関係が分かんない俺マットレスって何なんであれマットじゃないのっていう今瞑想に入ったんですけど前回もねプラカードってそういえば何だったっけみたいな話しったからねマットレスでもあれマットじゃないのとかでもなんか言われたら別ルートで生まれてそうな気もするつまりなんかマットレス分かんないけどマジャラスみたいななんかよく分かんない豪華な寝る時のものみたいなやつがマットと響き似てるからマットと合流してマットレスになったとかはありそうです そうな気気ががすすするるのででで、はい、外しでいい気がするんですよねマッ,トはマットとマットレスはじゃあ選ばなくてよさそう。え、ミニとミニチュアはミニとミニチュアもね、一緒、まあ、ありそう。だから、口と口しかミニとミニチュアが一番ありそう。はいはい、素直に選ぶと一番どっちかがありそうなんですがミニチュアの意味はちなみに分かりますか えミニチュアとかあれでしょちっちゃい人形みたいな。鉄道模型みたいな。そうですね。もともと型だったものを、ね、まあそのまま着着したものみたいな意味ですねミニチュアみたいな。だからミニチュアもありそうなんだけど、でもこっちよりは僕は日本人だとしての感覚として、動物のくちばしを見たときに、くち、持ってきてくちばしって名付けてる方が自然だなと。うん、ミニチュアは思わぬ変遷にたどってる可能性結構あるんですよ。なんかわかんないけど、まなちゃんみたいな。<laughs> まなちゃん <laughs> まなちゃん,な,なちゃんとまなちゃん。 <laughs> 日本語っぽくなっちゃったなんか、うん、マナチャーみたいなさはい、はい、だからほらネイチャーとかから取られたなんかマネーチャーみたいな単語があってうん、うん、それがなんか模型みたいな感じだった、はい、自然じゃないものみたいなところからミニチュアが派生してできてる可能性もあって僕はどちらかというと日本語母語話者なので、はい、日本語の方により正しい感覚が働いてる気がするんで口とくちばしです口とくちばしに関係ありますなるほどこれ今 9, 1> 丸1が正解でしたまあだから関係ないですよねそれはね九六、はい、はそして丸る1を今選ばれてる、うん、問題ないですか問題ないです口と口ばしですで関係あるのはファイナルアンサーファイナルアンサー正解は堀本さんの回答した1番「はい、1> 口と口ばしは語源的に関係がある」はうん 実際に関係がありますよっしすごい瞑想した結果なんか当てたね最終的に絶対これ最初選択肢から捨てたから完全に勝チを確信してですよねこれ引っかかってくれるよねって思ってたら合ってましたねあれこれがガチですよえちょっと待って俺もっと用意したのに6問中4問当てたんじゃない今回そうですよすごくないえよっしゃ俺強くなってきたなこれ企画ダオした マジかよこれがガチですこれがガチの恐ろしさですよしいいじゃないこれいったね口と口はよし用意したその僕の黒歴史は封印しといてください一生出さないとダメなんですか一生出さないでいてくださいえ封印しといてくださいまた問題作んなきゃいけないのかよんでそれのために問題作ってるんだよ逆なんだよ順序え、口とくちばしですね解説しておきますと口の端端っこ先端 走ってまあ先端の3の字でもありますから、うん、っていうところからまあくちばしという口の歯みたいなところからくちばしになったといわれてる、うん、いいねいいね直感を信じたいあったわやっぱり使うはまさかの扱うとあまり関係がないっていう説がう、えー、新明会だと最初に出てきていて<ー>、えー、熱に苦しむっていう意味がもともと新しくえ扱うがはい熱いと,ってことそうです熱いプラス買うそれが多分苦しむみたいな意味なんでしょうけど全然えだって扱うって熱さに苦しんでないっすよ 説明そのまま読み上げますと、うん、そういったその火と熱ですね。加熱に苦しむ胃から、少量、うん、する、つまりこれ、焦ると、うん、えっと、配慮の量ですね。少量、うん、する意味に転じ、うん、さらに他動詞になったのが扱うだったという。うん、いやいや、待って待って、<laughs> 扱うは焦るって意味じゃないじゃん、だって。あ配慮するみたいなね。焦る。 するっていうね、うん、そういう意味になったというふうにね、うん、書かれておりますのでいや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 、はいや続いてですけど納得感ゼロ納得感ゼロよそれえ <laughs> ダメよそれ先進んじゃう <laughs> え扱えてないですよ水野さん扱うの <laughs> 扱うの語源は扱えてないですよまあここに関してはもうちょっと皆さんご自身ね、うん、こういろいろ調べて, <laughs> 調べて,て勉強してもらっても納得いくまでやってください,い熱いのに苦しむから来てんの扱うはい 全然納得いかないなマットレスですね森本さんの理解がまず間違ってましてマットレスのレスは L じゃなくて R ですあそうなのへえだから例えばウェイトレスとかのねあのレスですよねあアクトレスいのあのレスとの語源的な関係はないんです関係ないです綴り的にはそれに似ているとへえでこれ語源はまさかのアラビア語です <laughs> あでもさっきの仮説、俺、遠くなかったよ。だからそ<う>なんか豪華な寝る場所みたいな謎の言葉から来てるかもしれないねっていう。そう,そういうことですよね。だからマットとはたまたまそういうね下に敷くっていうところは共通してますけど、うん、全然語源的な関係がない。すげえ、面白い、これいい,い,いうんちくですわ、はい。そしてミニチュアに関しても堀本さんの読みはかなり当たっていまして、はい、実はこれは朱色の顔料を指す、まあ、ミニウム、うん、ラテン語のミニウムこれエンタン、円炭鉛の炭 うん、まあちょっと色見せた方が分かりやすいんでちょっと画像を見せますけどこの円単を指していたらしいんですねうん赤色の顔料これですねうんいやまあミニウム、はい、赤い顔料だなは、まあ、今写真見せられたんで分かるんですけどはいよそれそうなんですよ全然関係ないよミニチュアなんでこうなったんだって不思議ですよね、うんうん、これもうねバカらしくて、はい、この色で書かれた挿絵付きの写本の装飾を指したらしいんですよ つまり中世の挿絵付き写本の装飾つまり本についてるその色ですよねそのミニウムを使った綺麗に色つけてたよねみたいなそうねでこれフランスえっとねこのミニウムからフランス語のミニチュアールってミニアチュールっていう言葉になっていったらしいんですがこのミニアチュールはつまりその写本のね装飾ですねこれ半径が小さいものが多かったためほう より細細かかいとか微細なを意味するマイニュートミニットと同じつづりのね<ー>これの意味だと混合されて小型の半径で緻密に書かれた装飾とかを指すことになりさら、うん、に転じて現代で使われているような大型のものをそのまま縮小したものを指すようになったと<ー>つまりたまたま使ってた顔料の色が小さいとか微小なを意味するマイニュートとつづり的になぜか似ていてしまったためになるほど ものすごく語源的に関係があるように見えて<ー>そこからみんながそういうふうに類推したので、うん、本当にそのちっちゃいものみたいな意味になっていったとだから元の,そのミニアチュールは大きさとは何の関係もなくて、はい、赤いその写本の装飾みたいなものを指してた、はい、そうですはあだからまああれだよね文庫本って小さいじゃないですかはい 他の半径に比べて、はい、だから文庫文庫文庫って言ってたら文庫が小さいと混同されていやも,もっと言うとその文庫本に使われているフォントとか、うん、文庫本に使われている色みたいなものがこれ現代で小さいものを指すことになっているので民兆がちっちゃいみたいな,になってるとかそういうレベルですかねそうだねちっちゃい本の一部の話だもんね、はい、がミニチュアになっちゃったはい そうだね明兆が小さいになっちゃったみたいなうわそううとんでもない話だなそうなんですよすごいねだから、ね、語源って瞑想するんだね結構いやだからね、うん、引っかかってくれるとね思ったんですけど今回ちょっとなかなかうまく堀本さんを引っかけることができなくて悔しいわ、ね、かりましたこれはねインスピレーションですインスピレーションが降りてきました僕にケージが語源インスピレーションがパッとひらめいたんで俺はねいけましたね、うん、だんだん得意になってきたこの 直感裏切るる語源クイズでききようになってきまし読みたいよ <laughs> <laughs> 読みたいよちょっとね、これがガチなんで、ぜひまた次回僕を手のひらの上でもっと転がせる問題を作ってきていただければ。 読める読めると思っなんで自分で推奨してるのかわから自分のの黒歴史文を読まれるる推奨してかわからんけどそうですねいやちょっとねだいぶネタも使ったので今すぐに次の次回をっていうことができないのでまたなんかいいね堀本さん騙せそうなネタがあったらお便りフォームとかタレコミでねはいコメント欄とかで書いていただければ僕はしれっとそれを集めておいて堀本さんが忘れた頃にすのでそうですねはいまたちょっとネタとかねあればくださいわかりましたということで 直感を裏切る語源クイズやってまいりました、はい、いやー結構今回正解できてね鼻高々ですわめっちゃ悔しいですね <laughs> 自分の問題作りのセンスがないんだっていう <laughs> 本当に研鑽ですまあね水野さんにはまた練習というか研鑽を積んでいただいてまた次回来ていただければと思います、はい、よーしえー、というわけで感想のコメントとか高評価とかチャンネル登録とかお待ちしております以上今回もわりにしましょうありがとうございましたありがとうございました 2013年11月のツイートです。今日の大学は珍しく充実していたなアルゴリズムの講義普段はアルゴリズム教わるのだけれどもやっぱり自分でアルゴリズム考えるの楽しいこれを解決するアルゴリズムあるのを超えて美しいアルゴリズムに到達した喜びはすごいこのあと今日のアルゴリズムは本当にアルゴリズムアルゴリズム。 と言ってツイートを締めてます <laughs> 全然おもんないやつじゃん<え>大学生が考える全然おもんないツイートじゃん<え>じゃあなんで読んだんだよっていうか不正解じゃないのになんでお別れで読んだんだよ <laughs> なんか読みたくてつて、はいに <laughs> このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説あります ご了承の上お聞きください